ペラムベイパーク駅は、ブロンクス区、ペラムベイのウェストチェスターアベニューとコロニアルアベニューの交差点に位置するニューヨーク市地下鉄、IRT ペラム線の終着駅である。6系統が平日20時45分までの混雑方向に、それ以外の時間帯は6系統が発着する。駅は、ペラム線がウェストチェスタースクエア駅から東駅まで、 延伸開業した1920年12月20日に開業した。1981年に、または地下鉄内で最も老朽化した69駅の中に当駅を上げた。ブルックナー高速道路を小駅舎に接続している歩道橋駅は、島式ホーム1面、単式ホーム2面と、南行線2線を有した3面2線の高架駅で、全路は、 北側で車止めにより終わっている。かつては、単式ホームを、降車客が、島式ホームを、乗車客が使用する乗降分離を行っていたが、現在は、単式ホームの使用を停止し、乗車客、降車客ともに島式ホームを使用している。当駅は、ニューヨーク市地下鉄内の終着駅において、唯一番線名を振らず西側線、東側線と線路の位置する方角をつけている駅と、 なっている。改札口は、ホームの下に位置し、改札口からは、ウェストチェスター・アベニューとブルックナー・ブールバードの、交差点付近への階段2つと、エスカレーター・エレベーター1基、ブルックナー高速道路を越えて、ペラムベイ・パークまで向かう歩道橋が接続している。2015年6月から2016年4月にかけて、エレベーターは改装されている。 1973年に出版されたジョン・ゴーディの小説サブウェイ・パニック及びそれを原作とする1974年の映画サブウェイ・パニック1998年の映画サブウェイ・パニック午後1時23分2009年の映画サブウェイ123撃突においてハイジャックされる列車は当駅を午後1時23分に発車している。 1974年の映画が上映された後、ニューヨークシティトランジットオーソリティは多くの人がこの映画を見ており、乗客に恐怖心を与える可能性があるとして長年当たり駅を午前、午後1時23分に出発する列車の設定を禁止していた。最終的にこの方針は廃止されたが、迷信からディスパッチャーは、現在も1時23分発マンハッタン。 方面行き列車の設定を避け続けている。ありがとうございます。